前に武装権之助勝義により創始された。権之助は神道流の達人であったが、宮本武蔵との試合で伊天一流の十字止めにかかり、押すことも引くこともできずに敗れた。以来諸国を遍歴して風に専念、筑前高満山で鎌戸神社に参道して満願の夜、夢に童子が旅立って水月を知れとのご神託を伝えた。権之助はこれをもとにさらに工夫を重ね、ついに十字止めを破ったと交渉される。東流は福岡黒田藩に連綿と伝承したが、その後二派に分派して幕末まで伝承し、明治時代に統合されて現在に至る。武器は長さ4尺2寸1部、直径8部の平凡な樫の棒。これが一度持って動けば疾風のごとく瞬烈不思議の武器となる。武は内側にして外側にして、の心を再造するものといえる。
第1回場、次は武装神殿、やはり中心という地名、津村健一先生、並びに5チュポンによるポイントでございます。